はい、こんにちは。購入して1ヶ月、水の頻度をとってみました。水を頻繁に与えると根が腐り枯れてしまいますから、ご参考に。5月26日、ネットで購入です。その日のうちに植え替えをし、1回目の水を与えました。5月30日の画像です。6月11日、2回目の水やりです。梅雨の本番の時期は、特に水の与える間隔を空けた方がいいですね。しっかり鉢の中を乾かしてから水を与えないと、根が腐って枯れる可能性が高まります。6月27日、小さい鉢だけ水を与えます。大きい鉢はもう2、3日ちょっと様子を見ます。この期間もだいたい16日でしたね。鉢の中の乾き具合がわからない場合は、ようじや割り箸を刺して、黒くなったら湿気が多いということですね。それで1回やってみたらいいと思います。白ければ水分が少ないということですね。慣れてくれば鉢の重さで分かります。軽ければそろそろ水やりでしょうね。重ければたっぷり水分が含まれてますので、まだまだ与えない方がいいですね。買って植え付けて1ヶ月が経ちました。少し大きくなってきましたかね。まだかな。もう根が土に馴染んでいるので、もう少しは大きくなってますよ。成長してます。アロマテカスっていいですよね。なんていうのかな、葉がなんかね、光ってるように見えますもんね。香りも良くて、なかなかいいですよね。アロマテカスはいい匂いがするし、ぜひ皆さん一度育ててみてください。私はこれが2回目ですけども、一度も育てたことあるんですけどね。大きい鉢に18日ぶりに水を昨日与えました。アロマテカスの水の与える頻度の参考になれば幸いです。これほど水やりの間隔を空けないでいいかも分かりませんが、それほど水を頻繁にやらなくていいということをお伝えしたくて、この動画を撮りました。